維新型、第22巻。維新型の中でも、唯一図を持つ巻。維新型は、平安時代に、宮中医官を務めた張博士、丹波康よりが戦した、日本に現存する最古の医学書である。全30巻、医師の倫理、医学総論、各種疾患に対する療法、保健衛生、養生法、医療技術、医学思想、防虫術などから構成される。 27巻文は12世紀の平安時代に、1巻は鎌倉時代に書写され、2巻と1冊は江戸時代の候補である。本文はすべて漢文で書かれており、東大に存在した膨大な学書を引用してあり、現在では地上から失われた多くの遺書を、この一心型から復元することができることから、文献学上非常に重要な書物とされる。 漢方医学のみならず、平安、鎌倉時代の送りかなおこと点がついているため、国語学史、書道史上からも重要視されている。東アジアにおける書位、古典というものの扱いは、新しい書物をなす場合の引用源として使用される。つまり、新しい書物は、古い書群から本文を抜き出してきて、編み直したものであるわけである。新旧医学の書は、民心に至るまで、 そのほとんどが内教などの編み直しと言っても良い。つまり、由来の分からない文をなすことを意むのが、東アジアにおける古典の扱いであった。維新型は、この点で非常に優等性的な書と言える。維新型は、戦者、丹波康頼により984年、朝廷に献上された。これは宮中に収められていたが、1554年に、至り、大木町天皇により、 剣薬島中良池に貸視された。また、丹波家においても秘贈されていたとされるが、これは少なくとも丹波家の末裔である滝家においては、幕末までに多くが失われていたとされ、滝原権が復元し、すらせている。幕末に江戸幕府が滝に交換させた、維新型の元本には、中良池に伝わっていたものが使用された。この中良本は、1982年、道家より、 文化庁に買い上げがあり、1984年国宝となっている。現在は東京国立博物館が所蔵している。2018年10月16日に国宝、維新型のユネスコ、世界の記憶登録を推進する議員連盟が設立され、ユネスコ、世界の記憶への登録を目指している。ありがとうございます。